大地とニカのクッキングチャンネルスタート。今日はマカロンを作っていきたいと思います。みんなで頑張っていきましょう。粉糖とココアを混ぜながら一緒にふるっていきます。ここにアーモンドプードルを加えて一緒に混ぜていきます。細かいグラニュー糖に乾燥した卵白をあらかじめ混ぜておきます。これからメレンゲを作っていきます。軽く混ぜてゆっくり持ち上げた時に軽く角が立っていれば1回目のグラニュー糖を加えていきます。3回に分けてグラニュー糖を入れていきます。3分の1入れてください。よく混ぜたらもう1回いきます。2回目入れていきます。また混ぜていきます。塊が何個もできるまでよくかき混ぜていきましょう。ここまで塊ができたらストップしてください。指先で取っていきましょう。2本指でね、スーッと挟むような感じで親指でやった方がやりやすいと思うんだけど、素人なんでまあ日常感を出していきましょう。はい、じゃあ手を洗ってきちゃってください、はい、あらかじめ混ぜておいた粉類を半分だけ混ぜていきます。そしたらゴムベラで混ぜていきたいと思います。持ち方なかなか混ざりません。そうボールも回しながらの方からしっかり。残りの粉入れていきます。はい、ボールも回しながらいきましょう。こうボールは向こう側に回しながらなすりつけるような感じ。そうボールはそう。時々そこの方からしっかり混ぜてメレンゲを取ってたまにゴムベラをきれいにします。ちょっとマカロンっぽくなってきました。まずね、泡を潰す前にしっかりと混ぜ合わせないといけないので。そこの方をしっかりひっくり返しましょうか。はい、じゃあこれからマカロナージュやっていきます。壁になすりつけるようにして、広げるような感じ。広げたら一回全部かき集める。一箇所に。広げた後に。広げて一回くるっと。はい、でまた同じようにして、そこの方もねしっかりやってもらいたいので。またやっていくんですか？やっていきます。少しね、ツヤが出るまでやっていきましょう。ちょっと見せてください。はい、こうゆっくり落としたときに、今1回、2回、3回、4回、5回、6回でなるまでなんです。まだちょっと硬いので、もう少し。はい、まだちょっと硬いかな、もう少し。だんだん重くなってきた。重くなってきたでしょ。うまくなってきた。ごめん、重くなってきた。今何回？もう5回ぐらいやりました。はい、OK です。そしたら一度ね、周りきれいにしちゃいましょう。はい、この絞り袋にだいたい1センチぐらいのこの口金を入れてもらって、で、奥まで入ったらこの口金のだいたい半分ぐらいのところで一旦ハサミで切ってもらいます。で、切ることができたら、まあ、大体こんな感じになりますと。そしたら絞って入れてあげて、それをコップの上で広げてあげて、その中にできたものを入れていきます。それでは入れていきたいと思います。考えたね、今。では先ほど入れたものを持ちます。そしてしてこれはクッキングペーパーかな、はい、を敷いたものにだいたい直径が2センチ程度になるように絞っていきます。あ、ちょっと待って、もうちょっと下の方まで持ってきて、持ってって持ってって持って、で上の方をねじります。上の方、うん、上をちょっとねじる、うん、そう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 、うんうん、で左手は口金を持つ、そう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 、でまっすぐ、もっと下、うん、で持ち上げてのの字、この子は失敗です2センチ上げて下、はい、まっすぐまっすぐ、絞って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 抜く、で持ち上げて持ち上げて、もうちょっと持ち上げて大きくのの字、そう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 、うん、はい、もう一個こう、はい、で少しずつちょっと持ち上げてて、少しずつまだ絞ってて、まだ絞ってて、まだ絞ってて、ね、それちょっと待って、はい、高さがこれ上手だったのに、だって持ち上げてっていうから、少しだけ少しだけ持ち上げる、少し持ち上げて、そのまままっすぐ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 、はい、抜いてもっと上に上げてのの字、大きくのの字、そう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 、いいですね。この間に、うん、ちょっとね、絞り袋が曲がってるのにまっすぐ自分の方に傾いてる。形をある程度整えるために下から叩いて平らにします。だいたい叩き終わったら表面が乾くまで20分ほど待っていきます。ではガナッシュを作っていきたいと思います。まずこの、生クリームを沸騰直前まで温めていきます。この刻んだチョコを耐熱容器に入れて、温めた生クリームを入れて溶かしていきます。最初のうちはチョコレートが柔らかくなるので少し放置しておきます。チョコレートが溶けてきたら混ぜていきます。もうすげえ、めっちゃチョコレートになった。では入れていきます。これから乾燥したかちゃんとチェックしていきます。手で触ってみて、手にくっつかなければ大丈夫です。まあ、だいたい約130度ぐらいで、10分ほど焼いていきたいと思います。焼き上がりました。見てください、ピエもしっかりできています。見てください、とてもいい感じにできています。それでは出来上がったマカロンを剥がしてペアリングしていきたいと思います。ペアリングの作業大事ですね。ちゃんとこうやってね、合わせて、うん、でこうやってペアで置いとく。うん、そう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 、それで分かんないなっちゃう。楽しい、楽しいマカロンになってる。嬉しい、なんか嬉しいね。これ大きいよ、大きい目のやつからやっていってこい。これやばいな、合うやついない気がする。大体で。あ、こいつ割といい感じ。ペア同士で、クリームを塗っていきたいと思います。いい感じ。いい感じ。のが、うん、なってる、うん、なってるでしょ。そうそうそう、上からで周りに足りないようだとちょっとこうねじるような感じで、うん、なるほどね、うん、下も持ってやった方がいいかもしれない。1個食べてみる。もうちょっと経ってからいいな。少し柔らかくしたいので。完成です。おめでとう。うん。大地と。あ、もうさ、帰るよ、俺マジで。本当にプロなんじゃないの、自称。自称じゃなくてこいつとか終わっちゃったんじゃない。はい、大地とマジで帰るよ、本当に帰るよ俺。なんでそんな笑ってんの、よくわかんないんだけど。ちょっと待って、ほんと待って待って。